直樹くんに質問があります。はい、はい、今年1年間ライジずっと見てくれている方とかいっぱいいたと思うんですけど、みんなちょっと気になってることがあるかなって思っていて、それが、まあ、今年多分一番話題になったトピックで、まあ、ドーピング はい、いわゆるその検査とかってどういうふうにやられるのだったりとか、ネットに書いてある情報だったりとかで実際、まあ、具体的にこういう風な流れですよって話っていうのは全くしてくれないっていうところもあるじゃないですか。まあ知らない人の方が多いと思いますね。そう、なんかそういうところのお話をちょっと今日は聞きたいなと思っていて。ああ、そうですね。僕がその UFC 出てた時は UFC って本当いつ来るかわからないドーピング検査みたいなのがあるんですよ。契約してその契約、まあ、僕の時は4試合契約だったんですけど、4試合契約でその間に1週間のスケジュールをその送らないといけなくて、多分1ヶ月分とかずっと1週間、なんかもうスケジュール管理されてるわけですよ。どこで練習してるか、この時間は家にいて、この時間は仕事行ってて、この時間は練習しててみたいなのをそのマネージャーの方にスケジュールを送ってて、でそういう状況で本当にいつ来るか分かんないで、朝本当に早朝5時とか、え、そんな時間に来るの？来ることとかもありましたね。マジ？はい、朝5時、はい、急にピンポーンって来て、あ、ドーピング機構の〇〇ですみたいななんかその税務署みたいだね最初来た時は本当に誰だみたいな、あの画面出るじゃないですか。ああ、はい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 、誰この人、セールス、こんな、でも朝早い時間に何の用なのかなみたいな。確かに朝5時だもんねとかに来るんで、まあでも一応出るじゃないですか。そしたら、あ、ドーピング機構の〇〇ですみたいな感じで出てくるんで、ああこんな感じなんだと思って、初めて思って、で上までその上がって、まあ、マンションに住んでたんで上まで上がってきて、で部屋まで入ってきて、こういうなんか説明されて、で僕は尿検査と血液検査あるんですけど、尿検査しか やってなくて、尿を取られる時も、まあ、トイレ入るじゃないですか、まあ、自分一人でやるんじゃなくて、一人の人がなんかその確認しながら、そう、もう出してるところをずっと見てるんですよ。ああ、もう何も不正がないか、まあ、ってことですけど、なんかやっぱりそういうなんか変なことした事例もあるんで、うんうん、もう一緒に付き添いでじゃーって出して、まあ、渡すわけですけど、それで出なかった時がありまして、まあだってちょびっとしか出ない時とかもやっぱあるじゃないですか。そうだ、ね、すぐ出ないし、見られてるし、はい、急に来ましたって言ってもすぐ出せるわけでもないじゃないですか。なんかビビって逆に出ないんじゃないの なんかあのほら、あれ見られてる云々以上に、そんなね、今言った朝5時にさ、はい、なんか書類見せられてこれこれこう出て、朝5時だよ頭回んないじゃん、まずまあちょろっとしか出なかった時、出なかった時がなんかもう大変でしたね。その時、まあそういう時もあって、まあ、すぐ出た時もあるんですけど、うん、だからずっと一緒についてくるんですよ朝朝そのスケジュール通りに朝起きてご飯食べて練習行ってみたいな、練習まで一緒に車の中一緒についてきますから。あ、でも一緒に車一緒に乗って一緒に行って、で練習中もずっと監視しててみたいな。あ、もうべったりなんだ。そうなんですよ。スケジュールをマネージャーに渡しているからこそ、まあ向こうはそのドーピングやってくれる、まあ検査する人たちは直樹くんのスケジュールを把握していてもうほぼ丸何日ぐらい、1日つくこ、まあおしっこが出るまでずっと ついてくるってことですね。あ、そうか、はい、あ、すぐに出ればすぐ帰ってくれるけど、すぐ帰ってくれるけど出なかったらもうずっとついてこられるんだ。はい、罰ゲームかよ本当に
そうなんですよね。だからそのドーピング検査しに来た人は多分スケジュールとか分かったら行ってくださいって言われて行くだけだと思うんで、はい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 、はい、だけどそのずっとついていかないといけないんでついてきてみたいな感じなんですよね。なるほどね。どういう選手かっていうのも聞かされないまま行くみたいなんですよ。はい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 。あ、そのあ、なるほど、なんとなく理由が分かる。変な気持ちでは来ないようにはしてるとは思うんですよね。もちろんもちろん、はい、そういうのもありましたね。まあでもしっかりその出れば帰ってくれるんで、っていうのはその常にあって、いつ来るから分からない状況で でもまあ1年に3、4回ぐらいは来てたかなって感じですかね。1年に3、4回ってことは3ヶ月に1回ぐらいのペースだ。じゃあぐらいで来てましたね、まあ、もっと上の選手はもっともっとその回数が多いのかもしれないですけど。あ、そっか、3ヶ月どころか2ヶ月に1回みたいなペースが早くなってる。1ヶ月に1回とかっていうのはあると思いますね。で、その雷神の場合は全然そういうのはなくて、試合の日にそのおしっこ取ったりっていうのはやっぱありましたね。あ、当日なんだ。当日でしたね。あ、試合終わってすぐとか始まる前とかもありましたね。ランダムで多分呼ばれるんで、はい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 、はい、誰がやるかわからないっていう感じで、まあ、怪しい人じゃないですけど、うん、そういう人からなんか順にやってるんじゃないですかね。あ、そういう、なるほどね。あの、全員を全員その UC みたいに確認できる資本がやっぱりないわけじゃん。やっぱり比べてしまったらさ、やっぱりそのできる範囲っていうのは決まってるから、ランダムでライジンの方ではもうこれからベルトをかけるだろうなっていう選手を抜粋していって、それでやっているっていう認識だろうね。そしたら、うん、さっきのナオ君の話聞いたらさ、 UFC の選手何人いるんだよ、どんだけドーピング機構の人の人間が送り込まれなくちゃいけないねん、しかもランダムで、しかも1日ね、うん、そうやって付き添っていられるっていうさ、条件がいっぱい必要だし、その分お金もやっぱりたくさん動かさなくちゃいけないから、うん、だからそういう意味ではなんかそのライジンのそのやり方はなんていうか仕方ないというか、まあ、でも UFC でも当日の時とかもありましたもん。 あるんだ。 UFC でもその当日検査っていうのもあって、それもランダムなんですよ、この人は、あ、先言っちゃったけど俺は言われちゃったみたいな。僕もそうだった、1回だけあったんですけど、当日。やっぱそういうのもありますね、試合の日に検査される人されない人っていうのは。まあ、ランダムで多分選んでると思うんですけど、僕の方がまだ最初出始めの時だったんで、まだ何も分かんないから あっち行っちゃった、 誰かはあの人は検査してるみたいな感じで、本当にランダムでしたね。へー、まあ、だから本当に普段からなんか気をつけてないといけなくて、風邪薬とか市販で売ってる風邪薬とかでもドーピング検査引っかかっちゃったりとかもあるんで、でも申告してればまだその大丈夫っていうのはあると思うんですけど、で僕なんか花粉症なんで薬とか飲むじゃないですか。あ、そっか。 そういうのもどんな薬取ってるかっていうのをなんか書いて向こうに提出してみたいな、こういうの取ってますみたいな。口から入れるものだけじゃなくて塗り薬とかもあるんで、確かに塗り薬とか目薬とかも全部薬なんで、そういうのも本当に気をつけないといけないですよね。病院行って医者にその処方してもらうんですけど、そういう時にもやっぱ確認しないといけないんで、これってステロイド入ってるんですかみたいな、常に確認するようにはしてますよね。はい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 、はい。今回はねちょっといつもの動画とは違って、まあ今年ね多分みんなが一番聞いたであろうドーピングっていう言葉、実際にねどういう風になってるのかっていうか、そういう検査とかが格闘家やってるなに直接聞いた方がいいかなと思って聞いてみました。あんまねこういう話もねなかなかできないことがあるんで、なんかコメント欄に皆さん聞きたいことがあったらどんどん書いていってもらって、はい、はい、もしもね僕らの方であこれ気になるなってあったら、ちょっとまた動画にできたらなと思います。はい、いや皆さんのコメントを待ってます。ではまたね。なおきっき一問一答コーナー、今回はたこ焼き好きですか。たこ焼き、たこ焼き、はい、好きです。
たこ焼き好きですよ。面白い質問ですね。たこ焼きやで。たこ焼きみんな大好きじゃないですか。じゃあなんかたこ焼きクッキング動画作ります。何気ない質問も大歓迎なので、ぜひ皆さん、コメント欄の方に、直樹くんに気になる質問などがありましたら書いていってください。はい、ぜひお願いします。